田田村村智智子子さん日本共産党の田村智子です7月17日、新国立競技場建設計画の白紙撤回が決断をされまして、私は歓喜の声を上げた一人です。世論調査でも7割から8割が見直しを求め、建築家の皆さんは問題点を具体的に指摘をし、一円にもならないのに代替案も作成して、政府の決断を求めてこられた、こうした国民の世論と運動が白紙撤回に直結したと確信をしていますが、 あまりにも遅すぎる決断だったと言わざるを得ません。7月9日、本委員会で、まさに新国立競技場建設の集中審議が行われていました。私も計画の見直しの必要性を示して、このまま契約に突き進んではだめだと強く要求をいたしました。ところが、この同じ日に同時並行でスタンド工事の資材調達、32億9400万円の契約を、体制建設としてしまった。 7月9日の契約、これは一体誰の判断なんでしょうか、この契約での支払いはどうなるのか、お答えください。日本スポーツ振興センター理事長、河野参考人えと。7月7日の国立競技場将来構想融資会議におきまして、実施設計に基づき議論いただいた方針に進むことについて、ご賛同を得られたことを、同日に文部科学省にご報告いたしました。 これにより契約を進めることについてご了解いただき、これを踏まえて、日本スポーツ神経センターとして、工事契約を提起したところでございます。また、契約した金額について、戻ってくるかどうかということにきましては、現在、弁護士との相談の上契約解除に向けて、手続き中であるため、まだ具体的な数字は申し上げられる段階ではございません田村さん。下村大臣も7月9日の契約、了承していたということですか。下村文部科学大臣 ちょっと繰り返しになりますが、新国立競技場の整備については、今年の4月、JC 河野理事長から私に、当初の整備内容では2019年春の竣工は困難であり、工事費も高額に上る見込みである旨の報告があったため、直ちに工期を間に合わせるためのさらなる競技および工事費の縮減について検討をしいたしました。また私自身も さまざまな関係者、あの田村委員含め国会からもいろんな意見があったわけでございます。まあこれについては謙虚に耳を傾け、また自分なりにできるのかどうかとまあいうことについての研究を行ってまいりました。で七月上旬の時点では、二千十九年のラクビーワールドカップに間に合わせるとまあいうことがまあ前提でありました。文科省および J.C. ともにまあこれにかなう後期の案は まあ考えられなかったことから、ザハ氏のデザインをもとにした計画により、まあ、最小限の資材調達等に必要な契約を JC が施工、予定者と締結したというふうに承知しています田村さん9日は文科省の了解を得てたってから、大臣も了承してたっていうことですよね、そうですね、うなずいていらっしゃるで、9日ってのはまさに集中審議なんですよ、この問題、契約していいのかどうかっていうことで、で私はオリンピック会場の見直し。 これは開催国の責任であって IOC は反対しないはずだという問題提起をした。お隣の松沢議員は、えー、ラグビーワールドカップの会場、新国立競技場を外すことは問題なくできるというふうに指摘をされた。事態は私たちが指摘した通りに進んでいるわけですよ。9日にやるべきはこうした問題提起を真剣に検討することであって契約に踏み切ることではなかったはずなんです。国会審議を ね、あのおあの受け止めてと言ってますけど、右から左に聞き流してるんですよ、可能だった見直しの決断をしなかったんですよ、それどころか契約にまで踏み切ってしまった、下村大臣はこの責任をどう自覚されますか下村文部科学大臣。まあ、国会での,あの各党のご意見等を踏まえて、それも踏まえてですね、まあ、今回、総理が最終的にゼロからの見直しについて、これは政治決断を。 まあ私としてはですね、あの前提条件として、ラグビーワールドカップを間に合わせると、そのための見直しができないかと、まあ、いうことについて、えー、総理からも指示の中で、えー、研究をしてきたところでございます。でですすから前提条件としてですね ラクビーワーワルドカップに間に間合わわせるとといいうことがあったわけでございます、まあ、今、ご指摘ありましたが、後でまたご質問があるかもしれませんが、松田委員からですねラグビーワールドカップは他の会場ですればいいじゃないかということでありましたが、これはあの政府がですね、ラグビーワールドカップの新国立競技場の開幕戦や、 決勝戦をするということを決めたという経緯ではありませんでしたから、これは関係者とのです、ね、やっぱ競技の中で、政府が勝手に決められるということではありませんでしたから、まあ、私自身がラグビーワールドカップをなしに、えー、新国立競技場を見直すという前提では、これはあの考える立場ではありませんでしたので、えー、間に合う前提でするということになるとです、ねえー、この7月の7日時点では、見直しが困難な状況であると、まあ、いうことの中で、 えー、JC の方で、えー、7月9日について、えー、契約、施行予定者と締結をしたものであります田村さん。むざむざとね、払わなくていいお金を広げちゃったんですよ、そのことに対するね、本当真摯な反省ってのは全く感じられませんね。 で今日は冒頭に大臣が述べられた説明についても質問をいたします、あの私も一番気になったのは、6月にザハ案と見直し案について総理に状況報告をしました、その際、総理からさらに研究を進めてほしいとの指示がありましたと、これが一体どういうことかなっていうふうに思ってたんです、で先ほど、民主党斎藤理事への答弁で明らかになってきたのは、大臣は6月17日に牧文子氏と会談をして、これは見直しは必要じゃないかというふうに思われた。 そして6月22日に総理に会って、見直しをすべきであるというお話をした、ところが総理は、代替案で間に合うのかと難色を示した。ということは総理が求めた研究というのは、この指示というのは、間に合うかどうかに限定したものであって、ザハ藩の問題点とかては、もう脇に置くと、あるいはそのラグビーのワールドカップ、これは会場変更可能かどうかと、こういう研究、これだってできたはずなんですよ。 そういうことも脇に置いて、ただ間に合うかどうかと、代替案で大丈夫なのかと、ここにブレーキをかけるような指示であったということなんですか。下村文部科学大臣、ね、私の方で、6月に、えー、ザハ判と、それから今ご指摘がありましたが、マキ案含めたです、ね、見直し案について、総理に説明をいたしました。えー、マキさんグループにに会いした時に ラクビーワールドカップににも間に合うう見直しし案ということいこを提示されましたですから私が総理の方に説明をしたのは、ザハハ判の、先ほど申し上げましたが、座ハ判を行った場合のメリット、デメリット、それから巻き案を含めた見直し案に変えた場合のメリット、デメリット、これについて説明を申し上げました。 まあその中で、えー、見直し案についても、ラグビーワールドカップも含めて、えー、間に合うのかと、まあ、いうことについて、えー、明確なあ私の方もはっきりとした専門家からの根拠がなくてです、ね、間に合うという専門家の方々もおられましたし、間に合わないという方もおられたということも含めたあの報告を申し上げたということでありましたので、えー、総理の方から、まあ、そもそも見直し案で、 えー、オリンピック・パラリンピックに間に合うかどうかも、もう確信が持てないということから、工期をさらに短くできるかどうか、そういう研究を進めてほしいという指示があったところであります田村さん。先ほどあの、斉藤理事への答弁の中ではね、私は見直すべきであったということで、総理にお話をしたんだって答弁、明確にあったんですよ、私、あの下村大臣の責任を不毛に伏すつもりは全くないんですが。 下村大臣が6月中にも見直すという、その決断をする機会があったのに、それすらもブレーキをかけたのは官邸だったんじゃないかと、この責任もですね問わなければならないと思ってるんですよ、先ほども菅官房長官も国際的な信用が失墜すると、見直しなんかとんでもないという記者会見をやったと、さらに7月10日の日に、あの安保特の方ですけど、民主党の辻元議員が質問してね、見直し必要じゃないかと、総理大臣は、安倍総理は検討しているというような答弁もされたんですよ。 だからその日に、菅官房長官、記者会見で、記者から質問であの検討しているのかと、見直しが含みがあるのかということを問われて、いや、検討は終わってるんだと、見直しはありえないと、ここでも否定をされるんですよ。となるとね、これ、下村大臣の責任重大です、しかしその大臣の決断をもうストップをかけてきた、そういう官邸の動きっていうのはあったんじゃないんですか、どうですか。下村文部科学大臣 ストップをかけたということよりです、ね、私の方でまで、あ、見直し案にすべきではないかということについて、総理に説明を申し上げました、ただその時に私としては、あのラグビーワールドカップにも間に合うという前提での見直し案、まあ、それについて本当に、えー、間に合うのかどうかということについては、さらに専門家の方々からあ精緻な情報と挙げてもらう必要があると。 まあいうことで、総理の方から本当にその工期を短くできるのかどうかという研究を進めてほしいという指示があったわけでありまして、こちらのもその時点で、もう絶対見直しは、ね、間違いなく間に合うと、ラグビーワールドカップも間に合うということがです、ね、あの確証できたという段階ではまだなかったということであります田村さんあの、ね、7月17日に総理があたかも自分の英断であるかのようにです、ね、見直しと言ったと、とんでもないですよ。 見直す機会はいっぱいあったのに、最後の最後まで抵抗してきたのが安倍総理と官邸ではないのかと、このこともですね、私は厳しく今後、追及していかなければならないと思うんです。で、あの下村大臣の責任はもう,もうあの間違いないんですね、2年間、何度も見直しの機会、ありましたよ、総工費1625億円、これが示されたときだって、そもそも消費税8%が決定しているのに5%で積算した、資材や労務単価も1年前の金額で試算をしたと。 一対1625億って最初に出した額は、上限額なのか、現実的な見積もりなのか、何の数字か、今やもうわからないんですよ、この時に一体どんな計画になってるんだって、これ、しっかりと検証することできたはずなんです、今年に入ってからもね、実施,建設,実施設計の開始から、1年も経過してから、あこれ昨年ですか、技術的提案っていうのを公募しなければならなかったんですよ。この実施設計を完成させられないんですよ、技術的提案っていうのを受けなければ。 技術的提案なんていうのは、この日本の公共事業の中で一度も経験がないことなんですよ、それぐらい行き詰まっていたんです、その時々でしっかりと検証をしてこなかった巨大事業であるにもかかわらず、この責任っていうのは、引き続き私も指摘をしていきたいというふうに思います。で、今日残る時間で私も白紙撤回の中身についてお聞きをしたいんです。現行計画の白紙撤回というのは、何をゼロベースにするのかと。 決壊された巨大計画の出発点は、JC に作られた有識者会議が、128項目もの要求をまとめて、これにすべて答えるデザインというのを国際コンペで公募した、ここにあります、観客席は8万人、高さは70メートル、開閉式の屋根、で敷地はこうですと、こううねデザイン公募の要項、これをゼロベースにするということでよろしいですか。遠藤国務大臣 あの先ほどお答え申し上げましたが、えー、閣僚会議を中心に、えー、整備計画を行っておりますが、ゼローベースで検討を行う対象は、東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムである、えー、新国立競技場の本体の設計、施工のみと指示をいただいております。新国立競技場の敷地にいてまで、白紙で見直すということは考えておりません。田村さんんんこれねとででもないんですよ だって規模見直すわけでしょ、で、走行費も見直すわけでしょ、だけどこれだけの敷地で作りますってことは見直さない、これじゃ巨大施設作りますよって言ってるのと同じなんですよね、でも下村大臣にも確認したいんです、公募要項では、人工地盤で現在、都営住宅が建っている場所まで、道を挟んでですよ、道の上にもま,まさに下の道路を安居にしちゃって、ですね、人工地盤作って敷地広げると、こういうことも可能ですよっていう募集要項だったんですよ。 これ、ゼロベースじゃないんですか下村文部科学大臣今あの、遠藤大臣からお話ありましたようにあの、閣僚会議を中心に、整備計画の見直しを行っておりますが、ゼロベースで検討を行う対象は、東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムである新国立競技場の本体の設計施工のみであり、新国立競技場の敷地についてまで白紙で見直すことは考えておりません。 都営霞ヶ丘アパートの敷地については、新競技場メインスタジアムとしてふさわしい8万人収容とするために、一体的に整備する必要があることから、東京都の都市計画において、都立明治公園の再配備として公園、広場等を整備し、バリアフリールートとして活用されること,ということとなっており、 東京都において計画が中止されるということは想定しておりません人工地盤につきましてはスタジアムの本体と一体不可分のものであり見直し対象と考えていますが新国立競技場の敷地についてまで白紙で見直すことは考えておりません田村さんとりあえず霞ヶ丘のところは人工地盤で作ってつなげるから敷地になっちゃうんですよ人工地盤なければ競技場は道路で隔たれますからね それ敷地にならないですよね。で、そこをどう東京都が利用するかっていうのは、それは東京都の問題ですよ。そこは含まれないってことでいいんですね。敷地に含まれてないってことでいいんですね。あの敷地が含まれており大ないんですね。はい、わかりました。はい、玉、はい、田さん。はい、じゃあそこは敷地に含まれてないと。都立霞ヶ丘団地の部分については、都営住宅の部分については、これは東京都の判断で、いいんですよ、後ろから事務方、目もまさなくていい。大臣がそう答弁してるから、それでいいじゃないですか。 いいでしょう、そこは東、東京都の都市計画でいいわけですよ、確認しました、そういうことを確認しました。でね、私はですね、これ、周辺をどういうこの景観を保ちながらやるかって、非常に重要な問題なんですね、だから敷地について、本当にいろいろ考えていかなきゃいけないこといっぱいあるんですよ、例えばデザインの国際コンペの募集要項は、既存の都市計画も無視をしたものでした、住民合意どころか説明もないままに決定をされました。 デザイン公募した時点で、神宮外苑の地域は、高さ15メートルを超える建築物は原則として禁止をされていた、この都の条例も、都市計画も変更していないのに、募集要項は競技場の高さを70メートル以内としたわけです。そして、都営住宅の住民に何の説明もなく、明治公園から道路を渡った都営霞ヶ丘団地まで敷地をして、緑地を作ることも可能とした。環境アセスも住民声もないわけですよ。 募集要項によって都市計画変更を規制事実化したんだと、そんな権限は JCC にはないですよ、あるって言うんですかで、白紙撤回、つまり敷地についての白紙撤回、これも、ね、当然だというふうに思うんですが、いかがですかどなたに質問しますか、田村さんどちらでもいいです、<laughs> どっちか分かんないん、遠藤国務大臣、敷地については、えー、見直すことはありません。 田村さん。も,もう一回、委員長大臣、確認します、それは明治公園部分のところまで伸びますよということで、それが敷地の見直しをしないということでいいんですね、何の敷地のことを言ってるのかよくわからないんですけど、もともと国立競技場があった部分と、それから明治公園に広がりますよと、確かにあの一定の規模が必要なので、それぐらいの広さっていうのは必要かもしれない、それについては、そういう敷地ということでいいわけですよね。はい、下村文部,文部科学大臣。 はい、あの先ほどちょっと答弁をいたしましたが、この人工地盤につきましては、スタジアムの本体と一体不可欠なものでありまして、見直し対象と考えておりますが、新国立競技場の敷地についてまで白紙で見直すことは考えておりません。でこのののの場場合の人地地盤とと、は、は東京体育館側とそれから競技場の敷地には8メートルの高低差が、 ありますがこの競技場への平坦な歩行者アセスルートを確保するため、えー、人工の地盤、通路を整備するとあ,あいうことでの人工地盤、そういう意味であります田村さんあの牧文子氏ら建築家グループが示した代替案は、東山霞ヶ丘アパートはそのままにして、それでも立ちますよと、あるいはあの、えー、陸上競技場のサブトラックも作れますよと、こういう案も提案をしているんですよね。 そういうことも含めて検討するってことでよろしいわけですよね霞ヶ丘団地の方まで伸びないということでよろしいわけですよね下村文部科学大臣あの先ほど答弁いたしましたがこの都営霞ヶ丘アパートの敷地についてはあ新競技場メインスタジアムとしてふさわしい8万人収容とするためには、まあ、一体的に整備する必要があるということから東京都の都市計画におきまして 都立明治公園の再配備として、公園、広場を整備し、バリアフリールートとして活用されるということになっておりまして、東京都において計画が中止されることは想定しておりません。田村さん。それは東京都の計画であって、国の計画ではないでしょってことを確認してるんですよ、そこはそれでいいわけですよね、ね下村文部科学大臣。東京都の都市計画であります田村さん。はい あの先ほど申し上げた通りね、この都市計画っていうのは、じゃあ東京都だけが決めたことなのか、全部違うんですよ、その新国立競技場8万人で巨大なものを作りますよと、だから周辺も全部都市計画変えてしまいましょうってことでやられた。 そこがゼロベースだから、まあ、私たちはこれから東京都に対しても、じゃあどういう周辺整備、あの景観を保ちながらね、やっていくのかっていうことも、併せて求めていきたいというふうに思っているところですであの、やっぱりですね、7月30日にも、神宮外苑と国立競技場を未来に手渡す会の主催で、シンポジウム開かれましたけれども、都営住宅に住んでる方をね、追い出して巨大施設作るとか、これが果たしてオリンピックレガシーになるんだろうか、世界の恥ではないのかって問題提起もありました。 神宮外苑の緑は100年の歴史があって、東京都で初めての富士地区でもあるんだと、そこにふさわしい国立競技場を建設してこそ、オリンピックレガシーといえるんだということもありました。今後の見直しについては、こうした地域住民の皆さんの声も十分に反映されることを求めて質問を終わります。